今日の大体動画の見どころは、末飛王のおそしさんが発見した新たなる末飛潜在の可能性に挑みます。スキルレベルアップでヒットバフが限界突破するのも教えてもらったよね。その限界をさらに超えていくのです。ちょうどワクラエ向きに灼熱くらいたがってそうな近接ヒーローがホイホイやってきたよ。せっかくなので末飛が剥がさなくてもフリーで動けるように兄弟を召喚しておきましょう。あと今回から新規イベント始まって新しいアクセつけてるね。今のところそちらの効果で若干攻撃も上がったりしておりますが、まだ誤差の範囲内です。このタイタンのために控えメンバーまで揃えてガチでやってきたから初戦敗退だけは避けたいね。まあ、水圧手にしたところで HP がちょっと上がる程度でビビたるものですよね。対戦相手のイースターさんとかはもともとハロウィン持ってないから上がり幅がやべえことになってるね。それに大体で当たるのは初めてじゃないですか。どうだっけかな。何度か練習ではやってるから手の内はわかってるんだけどね。わかっていても止められない、それが武装混沌です。先週も確かアルブさんの武装混沌くらいまくってたな。カゴしないスタイルのマシュマーさんにとってはきつい相手です。ああ、なんてこったい。新潜在でヒットバフでの攻撃アップ狙ったのに 4.8 しか増えてない。どうやら潜在の自分にかかる魔法効果 100% というのはリーグでは丸々のらないようですね。それでも他の傭兵が3207とかだから800は増えてるってことだね。それなら刻印回して攻撃プラス500を頭と体で2つつけた方が手っ取り早そうですね。そう簡単に500は出ないかと。ですが灼熱のダメージは確実にアップしておりますね。頭装備をレジェンドサキュバスにしてくれば片道8000は狙えそうです。めちゃくちゃ生命力犠牲になるけど新アクセで HP 増えた分もあるから思い切って交換するのもいいかもね。アトリウムヒーローみたいな思いっきり直飛が来ない相手であれば数千なんて誤差かと。相手が近接で兄弟入れるってなった時は変えていくか。スイッとかも若干きついですしね。さあ、ここで武装混沌第一弾が来るよ。なんとか魔法除去は通しましたので、スーパーコンボ参りましょう。なんだけど前土なしだし、アーサー行動足りないしで色々ぶち込めないのよね。しかも被弾がやばいことになってますね。武装解除も消したいし、しょうがないから守備に手数を割いていくよ。ヒッポカゴしてからの灼熱がちょっともったいなかったですね。せっかく新潜在で増えたのが乗ってるのに消えちゃってどうしようもないね。ここで魔法除去通されたからヒッポ列に歯を入れられたら次は働かなくてきつかったね。ですが、次のターンはそろそろ覇王も打ちたいところなので、アーサー封じられればどうせバッケさないと打てなくなります。イノデバフネっていうやつだけで先に攻撃させて、後からコブで歯を消してスキル入れてくよ。めっちゃ猛烈の威力下がってますね。半分くらいに激減してるよね。それでもタミアレスに入れることによりコブさせないで嫌がらせ効果は抜群です。灼熱も消せてないしね。さあさあ始まり
は一瞬だ。ここで海賊にとどめを刺すべく灼熱の重ねがけだよ。電子はどうせガードでしょうから少しでも削っておきたいですしね。さあ、武装混沌第2弾来ました。もう脳カゴで完全に防ぐつもりありませんね。相手を打たせてもらっていくスタイルだよ。それで中列のアタッカー全滅して何ダメになるやつですよね。ここは無理して覚醒する必要もなかったですね。前に倒したいけど悲願あるし持て余しちゃったね。それでも覚醒からのカゴはしないんですね。あえてカゴしないスタイルですから。このタミヤの土なしを取らないとスキル消せないから面倒だね。ここはちょうどアルレの即興がクール溜まってるので一石二鳥のコブから即興です。多分セット効果で気力上がってるからコブしなくてもマックスで高能性があるね。まあ今回は魔法ダメージリーチャームしか搭載してませんのでどんどんで打たせていきましょう。エルマークからの覇王即興でかなり持っていったね。これには剣士のタフさを信じきっていたイースターさんもケツ入れちゃったやつですね。何よりターンダメージ始まってるから急激に減って見えたよね。むしろターンダメージが18万近くあってこっちがケツ入れちゃいました。まだ時間は3分もあるから慎重に攻めていくよ。誰もが入れるわけではない。あんた生意気な。なかなか面白そうじゃない。時短もしっかり取っていくんですね。地味に剣士のスキル反射が痛い。どうやらターンダメージ様がとどめを刺してくれたようです。とりあえず今回は経費全体で 25% アップしたヒッポバフ搭載型灼熱のおかげって感じだね。近接ヒーローにとってはまさに悪夢のような存在になれそうですね。だけどスキルの打ち合いは同じだからスタイルは似た感じなんだよね。攻撃型近接だと面倒ってことですか。そして次の生贄が北焼さんになりました。もう近接と当たらないと思ってたので重機編成に戻してしまいました。先日の近接王決定戦で王者になった北焼さんだからタイタン常連のあのなるたくさんをぶち破ったよ。なんということでしょう。セレネ最高位に君臨するあのなるたくさんが。しかもなるたくさんは今総剣士だから同じヒーロー対決だったんだよね。開始前の練習会で二人を相手に調整していたマシュマーさんですからどっちが来ても万全なのですね。もう近接一人に杖一人とか地獄のような二回戦だな。誰を引いても地獄とはこのことを言うのですね。どうサバのグランガンさんとかユウキさんとは当たらないでほしいからある意味ついてるよ。いきなりエピオンさんでお帰りください状態だけは避けられたので幸運です。とにかくここを勝ち上がらないとそのエピオンさんのためだけに用意した新弓編成試せないよ。コチョコさん用に用意したのとは別なのですか。投資編成みたいな。ああ、あれは全く通用しないで4分で杖火落とされたからな。
さて、開幕灼熱が打てませんでした。たやきさんは練習の時は双剣比前にしてたんだけど後ろの方がいいんじゃないかとアドバイスしたから下がられちゃってるね。はっきり言って勘落としても嬉しくないですね。だけど叩けるのがそこしかないんだよね。とりあえず浄化読まないでくれたので心置きなく灼熱ぶち込んでいくよ。近接6もいるからだいぶお得ですね。そしてユーマークからの猛烈36,556いただきました。ですが本来であれば金の後ろにいるヒッポとか巻き込んでぶち込みたかったですね。そこはこのターン魔法除去読んでるから次のお楽しみにとっておくよ。はい、あっさり消されました。だが、ここで前カゴをしてしまうと兄弟が剥がしてからので面倒くさいことになるんだな。猛主は武力だけでは務まらぬ。猛主は武力だけでは務まらぬ。相手金を潰すのではなく、ヒットを起点にしていくんですね。残られると一番面倒くさいしね。ここは北焼さんは除去が出てるから緊張して相手引き抜けさない作戦みたいですね。それなら灼熱だけでも追撃しておかないとね。次の相手はどこ？ここは今日一番のハイライトで横に被弾にナノを通しおかごでリカバリでしたね。無理さんとか上手い人は当たり前にやってくるけどマシュマーさんレベルにとっては高等テクニックなのです。よし、手本を見せてやる。そしてここに来て頑張って防御してるヒッポエルマークからの猛烈覇王の刑ですね。前のターンから狙ってたからここで一気に持ってくよ。あれ、確定書通ったのでは。普段鉄板で消されてるから追発動してないものかと。クリム兄弟がカゴハが自害で久々の仕事で荒ぶっております。ヒッポバフが乗ってる大砲傭兵とかマジでうざいからね。下は見せてあげない。感情で戦えばいずれ負ける。もうこれでもかってくらい灼熱が入っております。
ウソシさんも大変満足してくれそうだね。棒立ちの G にはアルレの斬撃がつくな。この時間までアルレが残ってる方が珍しいですしね。いつも真っ先に狙われてやられてるからな。ここで勝ちを確信してやっと増える攻撃参加なのですね。勝ちを確信するのが遅すぎるけん。いやいや、それでもやっぱりウソシさんの新戦隊のおかげですね。ここまで灼熱がハマる相手もなかなかいないからね。どこかの意識高い感じの小野さんとの対戦も楽しみですね。さて、エピオンさんが先に勝っちゃってるからシードはないかな。どうなんでしょう、初段の方とのマッチングが優先なのでは。つまり段持ちじゃない人たちがマッチング終わってから残りの人がシードになると。とりあえず今度こそ近接費は残っていないので遠距離編成に切り替えておきましょう。そしてこのコチョコさんである。弓火の時は全く歯が立ちませんでしたが現在は銃火のようですよ。正直そっちの方が自分の編成で戦わせてもらえるからやりやすいよね。弓火相手だと皿入れたりいろいろ準備が必要ですしね。そして一番最後に勝利した結城さんがシードをゲット。これもウエピオンさんかコチョコさんの究極の選択ってやつだったんですね。もっと早い段階で誰かが倒しておいてくれないと困るやつね。自力で倒そうという心意気が全くないところが素敵です。今日は CS でグランガンさんの重比相手にフルボッコだったからな。そのグランガンさんを倒して勝ち上がってきてるコチョコさんですから勝負にならないまでありますね。とりあえずいつも通りの動きを心がけないとな。天魔がいないことだけを祈りましょう。天魔いないね。というより、灼熱を打たせないためにも近接を極力減らしてきてます。そういう時に限って開幕打てるんだよな。さあ、コチョコさんは機械型銃火です。被弾ばらまいてきます。そしてグランガンさんと同じで魔法浄化4でスキル打たせないつもりだよ。感情で戦えばいずれ負ける。私にかなうと思ってんの？ほら、笑ってんの。この場合は冷静に被弾付けも兼ねて浄化残したまま通常攻撃と猛烈でいきましょう。ここでグリパから狙いに行っちゃってるけど、いつもならグランガンさんの帝王全力で潰しに行ってるのになんでだろうね。ここで弓火時代を思い起こさせる末火の直撃です。きっちり回復していかないと貫かれちゃうね。画面の下は見せてあげない。そしてここに来てやりたいことができそうです。また魔法除去は消えちゃってるけど、あつらえ向きにヒーローがノーカゴだよ。だいぶ効いてる感じですが、そこそこしか減らせてませんね。本来ならここに猛烈もお見舞いするんだけど、さっき撃っちゃったからね。コチョコさんは全力で回復に来ました。ここで金じゃなくて天魔だったとすれば、杖ひれつに守らされて積んでたから、どっちもどっちだね。そしてなんと重比がっちりガードです。西欧連打以外打つ価値ないと判断したのかもね。感情で戦えばいずれ負ける。
さあさあ始まりはこれ。そしてここが本日一番のヒットムーブ。どう考えてもマーカルではなくスエシで使っていですよね。おまけにアーサーに行動とか頭はいちゃってたのかもね。相手がコチョコさんというだけでテンパってしまうのかもしれません。苦手意識とかそういうのを通り越して格上挑戦すぎて入れ込みが半端ないんだな。とりあえず杖非回復でいっぱいいっぱいだよ。ヒッポカゴを杖非視線にミニクリップすると回復量が上がることをやっと気づいたのですね。だがここでも相手魔法除去読んでるのを見逃してるよ。見逃しているというよりヒッポの行動ないので物理的に消すことができません。そうすると回復量も片道になってもったいないね。G の覚醒でリカバリが正解だったか。あとは覚醒書も消せなかったので G カゴ前に入れられてやりたい放題です。ここで溜め込んだ重秘の西欧ラッシュ来たよ。さっきのナインテの西欧ラッシュなんて可愛いもんですね。正気も入ってるからかなりヤバいね。結局グリパス取り落とせていないのですから西欧陥落なんて夢物語です。西欧には即興入れてるはずなのにビットもしてないからな。での回復はコントバカになりませんね。スエヒは元の知力も高いから恩恵がでかいんだろうね。そしてマシュマーさんは杖非ガードして守るか生命で回復するかでかなり迷うよ。ガードしても重秘は割合ダメージなのであったり可能性があります。とりあえずナインテは落とせてるからヒッポはいるけど直撃が少ないことを信じて回復するよ。ここも攻撃してからコブ入れたかったですね。おまけにガードしてる G しか叩けないとかね。ここでコチョコさんは錯乱消さないといけなくて杖非熱打ってこなかったから助かったね。ですが、マシュマーさんは後ろにジーカゴされたのを見て絶望します。もうカヌーのフンドも入れられないし諦めて粘る方向性の方がいいかと。どうやらマシュマーさんは気遣い性をかけているマークからの覇王に魂を込めたようです。スエヒの崩壊除か生命で粘るかの2択はきつかったね。傭兵は割と元気なので粘った方が良かったかもしれません。果たして生命の祝福をして1万3000増やしてたらこの西欧ラッシュを耐えきれただろうか。ですが G カゴだったので消さなければこのラッシュはなかったことになりますね。そしたらなんとか G カゴ切れる前に西欧落として反撃のチャンスを待った方が良かったのか。いろいろ反省点はありますがそれなりに見せ場は作れたかと。
この壁を越えられないと一生優勝なんてできないね。